皆さんこんにちは、クリアです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、サムネイルにもあったと思うんですけれども、ここに糸があります。ダイソーさんとそれからセリアさんで春夏の糸を購入してきました。でね、すっごいねワクワクするような、もうカラフルな糸が出てきたりとか、わこんな糸出てきたんだっていうような糸もありましたので、そちらの商品のレビューをしていこうかなと思います。で、副資材もこっちに数点なんですけれども購入してます。で、それを組み合わせてどんな感じにしていくかとか、そんなもおしゃべりしていこうかなと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。それではまずセリアさんからご紹介していこうと思います。まず一番最初ご紹介するのがこのソロフィムという糸になります。こちら 1,2,3,4,5 と5色が淡い色で、こっちの6番からこれ11番まであるんですけれども、この6カラーがちょっと色が入ったカラーという感じになっています。で、まずこちらの淡いカラーからご紹介していきます。まず最初にご紹介するのがカラーナンバーが1番になります。アクリルが 100% で 35g105m、 これはもうミルフィム即円と同じグラムとメートルになります。で、棒針が2から3号、かぎ針は4から5号の指定です。はい、こちらがバコードナンバーです。単色のカラーということで、これも何でも使えるようなホワイトの色になります。これが1番です。で、2、3というのがベージュなんですけど、ちょっと少々ね、色のトーンが違うかなっていう感じで、こちらがカラーナンバー2番になります。カラーナンバー2番です。はい、これですね。で、カラーナンバー3番がこっちになります。で、これのイエローベースのベージュ。で、ブルーベースのベージュ。という感じで、青色に合わせるにはこっちがいいかなと思うんですけど、赤とか、茶色とか、黄色とかに合わせるのはこっちがいいと思います。っていうので、2つ色があるので、ね、ミルフィムもいっぱい色があるから合わせやすいですよね。ブルーチックなのにはこっちのベージュがいいし、イエローチックなのにはこっちがいいしっていう感じで使えるので、すごいいいなと思いました。はい、これが2番と3番で、4番がこちらです。4番がこれこそグレーですね。はい、これはグレーなので、まあブルー系でもいいかなと思うし、グレーって無彩色なので、まあいろいろな色に使えるかなと思うので、万能的な感じになるかなと思います。こんな感じでね。はい、で次、これが5番ですね。カラーナンバー5番がピンクベージュっていう感じの優しい落ち着いた感じのピンクになります。これも使い勝手良さそうですよね。はい、これが淡いカラートーンで5色です。それでは次にこのカラーものをご紹介していきます。で、これがカラーナンバー6番になります。6番はこんな感じのイエローですね。すごい鮮やかなイエローになります。なんかミルフィムの即夜の糸ですよね。あれとちょっと合うって感じです。で、これがカラーナンバー7番になります。7番もこのね、なんて言うんですかね、鮮やかな彩度が高い感じなんですよね。これも全部なんですけれども、これがカラーナンバーが何番で、8番ですね。8番になります。で、8番のこのパープルも本当ミルフィムの靴下じゃないな、ミルフィムのソックヤンの色とすごい合う、マッチするような感じの色ですね。で、これがカラーナンバーが9番です。9番もね、これこの中では一番落ち着いた色にもなってるんですけれども、なんか秋っぽいような、ブロンズっぽいようなカラーですね。茶色とベージュとグレーを合わせたような色かなっていう感じです。はい、で、それからこれがカラーナンバーが10番ですね。動画のこの画像というか、これと実際多分見るのとは色が違うかなと思います。これちょっと鮮やかに写ってると思うんですよね。で、これ実際見ると落ち着いた感じのブルーなので、これ全部そうです。落ち着いた感じに見えるというか、まあ鮮やかなんですけれども、そこまでパーッとこれは鮮やかなブルーっていう感じではないですね。で、それから最後、これがカラーナンバー11番、ブラックですね。まあ何でも使えるかなと思って購入はしてきましたけど、ブラックがちょっと苦手な方は
うん、あんまり変われないかなと思うんですけど、結構ね、あのかっこよくするにグレーとかね、うん、合わせるのにはいいかなとは思うんですが、どうでしょう皆さん。はい、とりあえず11色出てましたので11色購入してきました。それでは次にご紹介するのがこのきらめきコットンという糸になるんですけれども、前にニューキララコットンあったと思います。あれ、これのちょっとラベルだけ違ったんじゃないかなって思われると思うんですけれども、ちょっとね仕様が変わってまして、私が見たところによりますと、でまずこちらの方からご紹介すると、私が購入したのは2色しか購入しなかったんですけど、こっちの左がカラーナンバー1番ですね。で右の方がカラーナンバー3番になります。でどちらとも綿が 95%、 ポリエステルが 5%、 20g の 48m で、棒針が4から6号、かぎ針は3から5号ということになっております。はい、バーコードナンバーはこちらです。うん、でほんのりきらめくラメが華やかさを演出ということで、もうこれも一緒なんですけれども、これが前のニューキララコットンの糸になります。色もねちょっと違うと思うんですよ。若干違うかなと思うので、そこも変わったかなっていうのと、あと仕様が変わってます。ニューキララコットンの方が綿が 98% だったんですけど、きらめきコットン、この新しく出た方が綿が 95% です。なのでポリエステルの分量がこっちが 5% で 2% ということで、ちょっとストレッチ性というか、ポリエステルが入るのが何かなっていうのが私あんまりよく分かってないので申し訳ないんですけれども、という仕様が変わりましたね。はい、で糸の長さもグラムも変わって、 20g のこちらが 48m で、前の方が 25g の 60m ということで、メートルがちょっと少なくなりました。グラムも少なくなっているので、そこの仕様もちょっとお得感って言えばこっちの前の方がいいかなと思うんですけれども、はい、棒針とかぎ針の号数は一緒ですね。ちょっと若干色味が、ほんとパッと見は分かんないんですけど、よく見ると、あ、こっちの方がちょっと薄っぽい、うん、パープルかなっていう感じなんですけれども、この色がねちょっとなかったのでこちらは比べられないんですけど、色味で比べるとこんな感じです。はい、なので全く一緒の色というわけではないので、昔の色と使われる場合はちょっと少々カラーが違うかなとは思います。では次にご紹介するのがこのエムブークレーという糸になります。この糸、あの糸ですよねって思われる方が多いかなと思うんですけど、そうなんですよ、あの糸のちょっと進化バージョンですね。ニューマリーナブークレー、これ毎年毎年すごい人気な感じの糸だと思うんですよね。去年はいっぱいあったんですけど、去年一昨年とかもうすぐになくなっちゃって、結構店頭もない状態だったかなと思うので、それの進化バージョンが M ブークレーということで出ました。で一つずつ、私はね2色しか購入しなかったんですけれども、 M ブークレーのカラーナンバー1番と2番を購入してきました。で法定表示が綿が 90%、 ポリエステルが 10% で 25g 33m ですね。で棒針が7から8号、かぎ針は5から7号ということになっています。はい、で何が違うかなと思ってちょっと仕様を見てみたんですけれども、こっちのニューマリーナブークレーの方ですね、これは綿が 100% で作られた糸になっています。で M ブークレーの方が綿が 90% とポリエステルが 10% 入っていますというのの違いと、あと 25g 左の方、 M ブークレー新しい方が 33m で右の方が 31m ということで、まあ、色味もね若干こっちのマリーナブークレーの方がちょっと明るい感じのベージュで、こっちの方がねちょっと暗みのあるベージュという感じで、私的にはこっちの左の M ブークレの方がいいかなと思います。色味的にはね明るいよりちょっと落ち着いた感じの方がいいかなと思うので、色味的はこっちが好きなんですよね。でなんせ構成綿 100% が90と10になったので、綿100っていうとちょっとね編んでるとボロッとなりやすいんですよね。綿 100% で編むのも綿100っていうのがちょっと編みづらいかな、ちょっとばっかりやってるんですけれども、編んでいる経験上編みづらいかなっていうのがあるので、少々ねこういうポリエステルとかが入ってる方がお洗濯も強いですし、編みやすいっていうのと糸自体の強度が出てくるかなと思うので、なんか進化したなと思って、
はい、見てました。でメートルもね33メートルとこっちが31メートルで2メートル分長くなったっていうのも優秀だなと思って、今度からこの M ブークレで編んでみたいなと思います。でこのホワイトの糸の方もこっちの方がねやっぱり色がねなんとなくちょっとだけ黄みがちょっとわかりますかねあるんですね。こっちの方が少々ちょっとこれより色が薄くなったっていうホワイトっていう感じなので、その色の点としても私はこちらの方、いやこっちもいいかな、どっちもいいんですけれどこっちでもいいかな色味がちょっと違うので前のやつと使うとなるとちょっと若干、ちょっとばっかり言ってるんですいません、若干色味が違うかなという点がありますね。はい、でもどちらとも素敵な感じなので、ちょっと私昔のやつもあるのでこちらの方から使っていこうかなと思うんですけれども、同じものを使う場合にはちょっと注意をしてみてください。ではセリアさん、この2点で最後の糸のご紹介になります。左の方がこれがナチュラルコットンシルクという新しい糸になります。でこっちの右の方がニューエンジェルコットンの、これ新色になるかなと思うのでそちらのご紹介ですね。でこれはカラーナンバーが18番になります。綿が 100% で 25g65m、 棒針は4から5号で、かぎ針は3から4号ということで、ニューエンジェルコットンは何でも使いやすいような綿の糸になるかなと思うので、赤って言ってもねすごい落ち着いた赤です。鮮やかな赤じゃなくってちょっと彩度が低いような感じの赤になっているので、これでね巾着とか作っても可愛いかなと思います。はい、でこちらがニューエンジェルコットンで、でもう一つですね、このコットンシルク、ナチュラルコットンシルクですね、これカラーが3つ展開で私はこの3番をね購入してきました。でこれは綿が 50%、 レーヨンが 45% で、絹が 5%、 シルク入ってるのでね 5% 入っていて 20g38m ですね。でかぎ針は5から7号ということで、棒針の指定は書いてません。はい、かぎ針で編むっていう感じですかね。この糸を購入してきました。でこういう御所産業さんってこのコットンシルクとかシルクがちょっと入ってるのって結構出されてるかなと思うので、それで新しくセリアさんでも出てきたかなという色です。使いやすいかなと思って1番とかは白で、2番が茶色っぽい色だったかなと思うんですけれども、ちょっとこの明るい色をチョイスしてみました。これはねお試しでちょっと2玉購入しただけなので何にするかってまだ決めてはないんですけれども、とりあえず新しい糸だと思って飛びついて購入したものになります。で次ですね、これで糸が終わりになるので次は副糸材のご紹介をしていきます。購入した副糸材がこちらになります。で左の方がホワイトレース巾着袋で、こっちの右の方がレース巾着袋ということで、レースの巾着袋を購入してきました。で大きさ的には右も左も一緒なんですけれども、高さが14センチですね。で広さ幅の方が10センチ、でマチがねこれ5センチついてるらしくって、私これを見るまで知らなくって、5センチ、結構広めなマチがついてますっていうのですね。ラッピング用の巾着袋ということで、何かちょっとやっぱバレンタインデーの季節ということもあってこれがね結構大量に置いてあったんですよね。で私は2種類だけ購入してきたんですけれども、他にもねあと4種類とか結構あったんですよ。いろんな種類のここのレースの感じが違うので、これが可愛いなと思って私はこの2つを購入してきました。でこっちの方がレース巾着袋のこれですね、これはレース巾着袋しか書いてないですね。はい、こっちのカラーですね、カラーじゃないやパターンですね。これもねマチがこうついてて、こっちがオーガンジーになってるんですよ、こっちのところ。はい、で締めてみると結構ねしっかりしてて、これはレースなのでここのところはちょっとシュッと しやすいです。こっちオーガンジーなのでちょっと固めな感じでなんですけど、普通の巾着ってこうやって締めたらシューってほどけてくること多いかなと思うんですけど、これ全然逆にこうやってして開けなきゃいけないみたいな感じですっごいしっかりしてるんですよ。なので普通に私はアレンジしようかなと思って購入をしてきました。これでちょっとねアレンジしてなんかしたらすごい可愛いんじゃないかなと思って、パッと目に入ったっていうのもあるし、可愛いの好きなんですよねはい、なのでわ見た瞬間に可愛いなと思って購入してきたっていうのと、アレンジできるんじゃないかなと思って購入してきました。よければ、はい、アレンジしていこうかなと思います。
はい、これでセリアさんの購入品の紹介終わりなので、次はダイソーさんですね。結構いっぱい糸があるので、そちらのご紹介をしていこうと思います。ダイソーさんのまず最初のご紹介はこのメランジトリコの糸のご紹介になります。もうね、店頭で結構売られて日にちが経ってるかなと思うので、皆さんお手に取られてる方も多いかなと思うんですけれども、私はねこの5色しか購入することができなくって、あともう一色ベージュがあるんですけれども、ベージュがね結構私回ったんですがどこもないんですよね。ベージュのとこだけごそっと、ほんと綺麗に一玉も残ってなくって、なのでこの5色でご紹介していこうと思います。まず順番通りに並べてみました。この左から1番で2番がちょっとなくて3、4、5、6という感じになるんですけれども、これがカラーナンバーが MT1 です。MT1 っていうかな、のホワイトですね。で、どれもアクリルが 100% で 50g90m の長さで、おすすめの使用針が棒針は12号、かぎ針は8号ということになっています。メイドインチャイナということで、ちょっとトルコ製とは違うので、ちょっと若干ねふっくらっていう感じではないんですけれども、メランジトリコ、はい、出ましたね。新しくもいろんなので出てくるかなと思います。メランジなんたら、メランジなんたらっていうので出てきますよね。はい、これが1番で、2番がなくって、こちらが MT3 のダスティーピンクということで、ダスティーっていう感じなのかな、まあ、落ち着いた感じのピンクと赤のちょっと中間ぐらいかなっていう感じなんですけれども、そんな感じの使い勝手もいいような感じの色味のピンクですね。可愛いピンクではないので、使い勝手はピンクとしてはいいかなと思います。はい、っていうのが MT3 のダスティーピンクですね。はい、で次、これが MT4 のピーコックグリーンということです。ピーコックグリーンという名前がね、ピーコックってちょっともうちょっとなんか明るいイメージだったんですけれども、まあその色味でちょっとグリーン系で、これも落ち着いた感じのグリーンなので、前のねメランジテイストの時はすっごい鮮やかだったと思うんですけど、こちらはね落ち着いた感じの本当にメランジ調の色になってます。でこれがカラーナンバー MT5 のブルーですね。ブルーもこれどっか色で見たなと思って、ちょっと後でご紹介しますね。まあそんな感じの色味になっていて、最後これが MT6 のグレーです。もうどこでも薄いグレーなので使い勝手が一番いいかなっていう感じですね。ここもなく、なんか変に黄身が混ざってるわけでもなく、純粋なグレーっていう感じなので一番いいかなと思います。のこの5色を私は購入してきました。で先ほど同じよく似た色味と言ったのが、このメランジテイストのブルーで、カラーナンバーが695番のブルーになります。この色とこの新しく出たメランジトリコのこの色がねすごく似てるんですね。けど去年のこの、これもねメイドインチャイナになるんですけれども、ふわふわ感がね違います。こっちの方が細くって、ちょっとガサついたって感じですね。見るからにこっちの方がふわふわしてるの分かると思います。このよりがちょっとこっちの方が甘い感じで、こっちがよりが強いというか、の感じ、でもふわふわ感が違うので、メートル数もこっちの方が 60g108m の時代なので、この時はね良かったですよね。はい、まあメランジでもメートルとグラムがねまだこっち長いので使えるかなと思います。でグレーもこれは本当に混じりっ気のない薄いグレーって感じなんですけど、こっちの方もグレーって見えるんですが、若干黄身がかかってるのがわかるかなと思うので、このグレーも本当に使いやすいグレーかなと思います。こういう黄身のあるよりかはこっちのグレーの方がねいいかなと思うので、はい、これも、まあ、色的にはすごく素敵な春らしいカラーになってるかなと思います。では次にご紹介するのがクラシスという糸とカーミーという糸になります。ちょっとね同じ感じのテイストチックな感じなので一緒にご紹介しようかなと思います。でまず一つ目、カーミーの、私購入したのがカラーナンバー598番のベージュの色になります。でねこれがどこだ、ここだ、材質が 04100% トロンとした感じですね。で 25g45m の長さ、かぎ針が5から6号で棒針は4から5号という感じの糸になります。で 22A って書いてあったので、あれ去年のやんと思ったんですけれども、これ新しい糸ですよね。確か見たことないんですよねこれ、という糸に
なります。はい、これもメイドインチャイナですね。の糸になります。ダイソーさんはだいたいメイドインチャイナが多いかなと思うんですけれども、トローンとした感じのレーヨン 100% の糸になるので、まあ、夏のストールとして使えるかなと思ってこの色を購入してきました。白より、まあ、ちょっと色味が入ってる方がいいと思うんですよ。けどピンクとかブルーとかちょっと色物入るよりベージュぐらいがいろんなこのお洋服とかに合わせやすいかなと思うのと、このレーヨン 100% でトローンとした感じがね、あの首に巻いた時にいいかなと思ったので購入してまいりましたっていうのがカーミーのベージュですね。でそれとちょっと似たような感じかなと思って、テイストというかこの光沢感ですねが一緒かなと思ってご紹介するのがこちらのクラシスという糸です。でクラシスも他にも糸のね、あの色味があるんですけれども、私はこのホワイトとそれからオパールグリーンっていうね、前もなんかオパールグリーンチックの糸があったかなと思うんですけど、その2色を購入してきました。でまずクラシスのこのね888番のミルキーホワイトという糸ですね。これは 23A って書いてあるので今年の糸になりますね。でそれから889番のオパールグリーンという、名前が好きなんですよね、結構オパールって入ってるのが好きなんですね。あの宝石とかでもオパール好きなので、はい、そんな糸になります。はい、でこれは、ポリエステルが 100% です。こちらの方はで 25g90m、 まあ細いんですけれども、まあその長さとグラム数で、棒針が3号、かぎ針は4号ということで細めな感じの糸になります。でカーミーの方がのどうだったっけ、5から6号なのでちょっと太いんですよね。うん、でも細さがちょっとレーシーチックな感じで、編むにはこちらの方がねすっごく綺麗に出るかなと思います。2色をね交えて使えたらいいかなと思ったので、ホワイトとこちらのオパールグリーンですね、この糸を購入してきました。落ち着いた色なのでね、はい、使いやすいかなと思います。それでは次にご紹介するのがこちらマクラメヤンになります。もう毎年人気のある糸で、すぐにこの在庫がなくなっちゃうというマクラメヤンになるんですけれども、色の展開がですねすごい豊富になって、今回は6色展開になったみたいです。でまず一つ目ですね、この左の方からご紹介していきます。まずはこのブラックの糸からご紹介します。858番のブラックで、材質がこれはポリプロピレン 100% 35g45m で、かぎ針しか書いてないんですけれども5号針の指定です。まあマクラメヤンなので棒針っていうより、まあ、かぎ針でやるっていう感じなので、これもメイドインチャイナになります。このブラックですね、漆黒ブラック、まあ普通にブラックですはい、この色と、それからその左じゃないや下ですね、これのね可愛いなと思ったのがマクラメヤンのカラーナンバーが、871番のピンクです。可愛いですよねこのピンク色、めっちゃ可愛いと思って、こういうピンク、なんだろう、糸よりこういうなんだったらピンクで可愛いな。あのスワン糸もそうなんですけれども、マクラメの糸ってなんか可愛いですよねはい、このピンクの色になりますっていうのですね、すっごい可愛い。でその上ですね、マクラメヤンのブラウンになります。カラーナンバーが857番のブラウンですね。ほんと落ち着いた感じの、あの茶色っていう、赤茶色じゃなくって落ち着いたブラウン、すっごい使いやすいです。この色もちょっとこう置いとこう。でその次がカラーナンバーが、870番のネイビーになります。これもいいですね、ツヤ感がすごい、マクラメってあのツヤツヤの糸になるので。それとこちら右上ですね、これがパウダーベージュという色ですね。カラーナンバー872番のパウダーベージュという色になります。ちょっと薄い感じの色に見えてると思うんですけど、実際見てみると本当にベージュです。使い勝手めっちゃいいベージュと、それからマクラメヤンのこの869ですね、グリーンの色になります。あのカーキーグリーンっていう感じなんですけど、薄いじゃない明るい感じのカーキーグリーンという色になります。この6色が出てたので、うわーと思って飛びついちゃいました。とりあえずもう1玉ずつしか購入してません。私ねマクラメの糸で編んだのって多分
ないんですよね。バッグとかでもないので、今年はねバッグでも編んでみたいなっていうのと、私自身があの枕目もしてたりとかするので、細い糸ではねしたことないんですけれども、これであの可愛らしいね、なんかちっちゃい小物系とかもできればいいかなと思って、はい、購入してきました。で、去年のものっていうのが私ね2色あったので、ちょっとそれも合わせてご紹介しようかなと思うんですけれども、こっちがベージュの薄いベージュで、今年出たのがこちらですね。今年のラベルはベージュっぽいラベルで、去年がねこの、グレーっぽいものになってます。ベージュベージュなんですけど、多分皆さん見た限りこっちの方が、でもこれもいいかなと思うんですけど、好き嫌いはあるかなと思うんですが、こんな感じでね、ちょっと去年のよりかは私はこっちの鮮やかな感じの糸の方が好きかなっていう感じなんですけれども、35g45mっていうのはまあ一緒ですね。5号針っていうのも一緒なんですけれども、色がね去年のはこんな感じと、もう一つ去年のものこれですね、ブラウンになるんですけれども、これもねブラウンだと思います。色はね、あ、一緒か、去年のやつと一緒ですね。これはブラウンは一緒です。なので去年ブラウン持ってらっしゃる方、同じ感じでブラウンも使えるかなと思います。はい、今回はねこんな感じで色が出てて、まあこれは去年のものです。ブルーっていうか、このねラベルが、これは去年のものになるんですけれども、こんな感じでね枕目の糸も出てきたので、これでね今年は絶対にバッグを編もうかなと思います。ちょっと楽しみにしててくださいね。はい、っていうのが枕目ヤンのご紹介になります。それではダイソーさん糸のご紹介はこれで最後になるんですけれども、こちらのコットナブルというコットンの糸をご紹介していきます。で、右の方から、カラーナンバーが、これが166番のラテベージュになります。で、これはですね、綿が 100% で 25g85m ですね、すいません。で、棒針が3から4号、かぎ針は3号針ということで、まあ毎年ダイソーさんは出てるかなと思うんですけど、そのコットンのものになります。はい、で次、これがカラーナンバーが167番のリリーホワイトですね。普通のホワイトの色です。で、カラーものとして私が選んだのがこちらの169番のクリームイエロー。可愛らしい色なんですよ。淡い感じのクリームイエローですね。はい、この糸と、それからこのソフトオレンジ、オレンジっぽいピンクっぽい色ですね、可愛いなと思って購入してきたのが168番のソフトオレンジになります。で、それから最後ですね、この161番のチョークブルーという色、これをね購入してきました。で、どれがいいかなってすごいいっぱい色があるのでちょっと悩んだんですけれども、これでねモチーフ編みでもしたら可愛いかなと思って購入をしてきたんですけど、その場であまりにも糸がいっぱいありすぎて、購入しすぎて頭の中でごちゃごちゃごちゃとなったので、とりあえず好きな色、この3色でいけるし、この3色でいけるし、この3色でいけるっていうので購入してきました。どれがいいかな、ちょっとね今のところわかんないんですけど、モチーフ編みとかしたら可愛いかなと思うので、そんなんでバッグとかね編んでみたらいいんじゃないかなと思って、これは購入してきました。はい、で、これで糸のご紹介は最後になります。で、副資材を2点購入してきたのを次でご紹介したいと思います。私が副資材として購入してきたのはこの200円のバッグになります。で、こちらの方が色が2色ぐらいあったんですけれども、このバッグ200円の商品で、こんな感じのトートバッグになります。グレーとグリーンの、ここのね線の色が違うんですけれども、それを購入してきました。で、縦のこの大きさですね、これが29センチで、横の幅が33センチ、マチが15センチということで、たっぷりめに入るようなバッグになります。で、去年もバッグでアレンジしたのがあるので、今回も同じバッグではねちょっと面白くないなと思ったので、この200円の商品になるんですけれども購入しました。で、これ中のところはねやっぱりあの200円でほつれがすごくいっぱいあるので、こんな感じですね。こんな感じになっていて、これだけでもね使用しても可愛いんですよ。帆布素材っていうか、しっかりしてるので
なるかなと。そこにね、そこ板とか入れて使えば全然普通にこうやってして見栄えもいいので使えるんですけれどもね、せっかく皆さんかぎ針とかしてるので、これをこうやってして裏に向けて使おうかなと考えています。で、ここにポッケがついてるじゃないですか。このポッケ、本当だったらね、これ外に来るもんになるんですけれども、こうやってして向けることによって内側にポッケがついてくるのちょっと今綺麗にはできてないんですけど、これでできるしね、いいかなと思ったので、しっかりしたバッグでもこの夏使っていただけるような感じになるかなと思いますので、これがね、ちょっと外のこれがね見えちゃうのがあれなので、ここのところあのなんかペタッと貼るような何でしたっけ、あの布用の両面テープとかあるので、まあ、そこでピタッと刺しといて、で、まあ、編んだものをかぶせるからここあれなんですけど、なんかピラピラするのが気になるので、まあ、そういうのでくっつけて、でアレンジしてこういうトートバッグチックなどにしてもいいし、まあ、いろんな感じで使えるなと思ったのでこちらを購入してきました。はい。で、それからもう一点こちらですね。これはですね、この私はもう全然推しなんていないので活動も何もないんですけれども、推し活グッズのバッグになります。推し活のなんかグッズ入れとかグッズのなんかいろいろありますよね、ダイソーさん、まあ、セリアさんもあるんですけれども、それのバッグになります。で、本当だったらうちわの入るキャンパストート、キャンパスなのでね、すごいしっかりしてますよね。200円の商品になっていて、推しのものをこの透明なところに普通は入れて推しを見せるっていう感じのバッグになると思うんですけど、この透明なクリアな部分が、まあ、夏っぽくていいかな、まあ、春から夏にかけていいかなと思ったのと、あとあの大きさがどんだけだったかな、この 34cm×36cm、 34cm×36cm で、あの大容量の待ちはないんですけれども持つのにもいいかなっていうのと、ちょっとね、なんかあのエコバッグチックであの使ったりとか、いろいろなんかまあ使えるかなと思ったのでこれを購入してきました。後ろは何もないです。普通のキャンバストート、結構ね縫製とかはねしっかりしてます。うん、中は見ずにもあの購入したんですけど、中のところもねこんな感じでね綺麗に縫製はしてあるので、はい、こちらをまあ外にして、こちらを内側にして、まあこれあのパッチンパッチンもないんですけれども、中もねバッグのこの内ポケットとかもないんですけれども、まあここにもあるし、推しはいないので見せることはないんですけれども、この部分をアレンジして、それからこことくっつけてすればいいかなとも思いましたっていうので購入をしてまいりました。これはね、どうなるかわかんないんですけど、さっきのバッグはあのアレンジはしようかなと思ってます。でも、まあ、これもアレンジできればいいかなと思って、新たな、まあ、挑戦ということでしたいかなと思います。はい、今回はこんな感じで、もうダイソーさんもセリアさんもいっぱい糸が出だしてきました。で、まだまだね、これ第1弾なので、去年とかね、第4弾、第5弾ぐらいまで私紹介してるかなと思うんですね。なので、まだまだたくさん出てくる糸のご紹介はできるかなと思いますので、チャンネル登録していただいて、高評価もよろしくお願いします。はい、楽しみにしていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。